今までずっとその一元論で押し通してきましたけれども、今日皆さん方にこの肉体の役目、そして幽体の役目で、霊体とはどういうものなのか、これをちょっと具体的に話してみたいと思います。我々が肉体というものは何かと言いますと感覚なんですね。でそれを普通は五感と言いますけれども、感覚なんです。で感覚というものは私たちのその痛いという感覚、悩みという感覚を持ってるんですね。その肉体というものの中にですね、エーテルという、ちょうどスポンジに水を吸わしたようにエーテルというのを肉体は含んでるんです。そのエーテルというものがすなわちその神経系統とつながるものなんですね。で痛いという思いはそのエーテルが痛いという感覚を持ってるんですよ。で麻酔を打ちますとエーテルがなくなるんです。そうすると痛いという感覚がなくなるんですね。感覚がなくなると、でその感覚というものを持ってるものは肉体の中に含まれているエーテルと、これをエーテル体と普通言うんですね。エーテルというものなんですよ。でその媒体には必ずですね二面性を持ってるんです。肉体にも二面性があるんです。エーテル面と肉体という側面、すなわち肉体そのものにも高級化と低級化があるんです。その二面性を持って肉体も存在しているんです。で幽体というものにも、ちょうど幽体というものは何かというと感情体なんですね。で我々はみんな感情を持っていますね。でそれを普通は感情体、アストラル体と言いまして、その幽体というものにそのアストラルというものがスポンジに吸い込まれているように存在しているんですね。それは感情の高ぶりと、感情がよく高ぶる、感情が出てくるものは幽体が活発化している時なんですね。で非常にその感情の激しい人はですね、幽界とつながりやすいんですよ。幽界とつながりやすいんですね。感情的な人なんですね。でその次に霊体という精神世界というのは、その精神世界があるわけですね。だから本当もう奥底にしか精神は存在しないということになるわけです。で我々は肉体の死とともにですね、感覚がなくなりますから一切の悩み苦しみから解放されるんです。幽界には悩み苦しみはないんです。痛いとか苦しいとかという感覚がないんですね。だから肉体を去るとともに病気は病気から解放されるんですよ。もう幽体には病気は存在できない、感覚がないから。痛いという感覚、苦しいという感覚がないんですよ。で悩み苦しみというものは、痛いという感覚は全部肉体に属するものなんです。痛いとか苦しいとかというものはそれは感覚ですからね。でそれは感覚の世界と、そのエーテルがですね、鈍重な人と薄い人とがいますので、そこに敏感な人と鈍感な人が出てくるんですよ。しかしそのエーテルがですね、濃いから薄いからということはそう影響はないんですね。非常にこのエーテルが濃い人はちょっと厄介な問題が起こるのはですね、その肉体、本来は肉体と死とともにこのエーテルも肉体とともに分解されるべきなんですけれども、分解されないであまりにもエーテルが活発化しているとですね、幽霊となるんですよ。幽霊というより残像として、肉体という形態が残像として残る。これがその残像として残っているのがですね、自分の住処に現れたりお墓に現れたり、そういう状態で、しかしその残像であるそのエーテル体にはですね、何の記録もないんです。何の力もないんですよ。何の力もない、幻のようなものなんですよ。何の力も、人に悪害を及ぼすことも有害を及ぼすことの力も何も持ち合わせてないんです。しかし人間はそれを見て怖がるその怖がる感覚でですね、自分を結局苦しめるわけですね。苦しめるわけですよ。肉体の死とともにですね、だから仮装しますとですね、